あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です今回はあなたとご縁がある人の特徴についてお話したいと思います今回の切り口は同じ興味分野を持っているというのでお話したいと思いますあなたと縁がある例えば小学校の時に佐藤さんと斉藤さんっていうので前後に並んだりとかっていうこれは非常にわかりやすいですよねでもある程度 大人になってくると、たまたま隣同士だったからっていうだけでは、こう友達にはならないんじゃないかなというふうに思います。まあ、中学校、高校ぐらいから、こうどういう友達と付き合うようになったか。これいろいろ思い返してみて面白いなと思ったんですけど、まあどうやって友人になるのかってことだと思います。で、これはですね、同じ興味分野を持っている。あるいは感じ方が一緒。感性が似てる。こういった人はですね、やっぱりすごく縁があるなというふうに思います。例えば同じようにビートルズが好きだとか、 あるいはヘビーメタのなんかが好きだとか、あるいはクラシックが好きだとか、鉄道のそのなんか写真撮るのが好きだとか、旅行が好きだとか、まあそういうふうな興味範囲がですね、同じような人たち、こういった人たちはすごく仲が良くなる、そういう傾向があるなというふうに思いますね。よく今、その友達が見つからないんですけどとか、友人を作るのが苦手です、どうしたらいいですかってことをよく言われるんですけど、まあそういう時にですね、僕は必ず言ってるのは、 あなたが一番楽しめている趣味、あるいは興味がある分野、これをとりあえず調べていって、この周辺をうろうろしてみましょうという話をしています。例えば、本が好きな人っていうのは、自分が好きな作家の人の講演会に行ってみる。あるいはそういった人たちの本の読書会に行ってみる。これをお勧めしています。例えば今僕の本っていうのは世界中で読書会、ブッククラブみたいなとこがあって開かれているみたいなんですけども、ハッピーマネーとか、 自分の好きなことをやってお金を得ましょうとか、そういうふうな会に参加する人たちって感性が似てるわけですよね。あるいは料理のことを学ぼうっていうふうな人、料理教室に行ったりとかしてると同じように料理に興味を持ってる男性、女性、それぞれがですね、まあ、友人になることもあるし、パートナーになることもあると思うんですが、そういった人たちと出会いやすかったりします。なので、30過ぎて友人を作ろうと思ったら、自分と同じ興味を持ってる人たち、 この人たちを探すのが僕は、えー、とっても手っ取り早いと思います。同じように演劇に興味がある、えー、クラシックに興味がある、えー、そういったコンサートに一人で行ってもやっぱりなかなか、えー、友達にはなりませんよね。けれども、例えばそういう風なのの、そのアフターパーティーみたいなのってあるんですよねで。演劇を見た後に一緒に立食パーティーとかに行ったら、もうそれでね、結構盛り上がったりとかするんですよ。例えば宝塚のなんかを見た後に、 30メートル、50メートル離れたレストランでファンの人たちがオフ会みたいなことやってたりとかしたら、まあ、そこではもちろん興味がこう似通ってますから、なんとかさんの役ってあれちょっとどうだったんですかねいやでもセリフは良かったよ。でも演技がねとかっていうので結構盛り上がったりとかするんです。同じように登山が興味がある人たちは、登山のそのサークルみたいなのもありますし、俳句の会みたいなのもありますし、ガーデニングの会、バードウォッチングとか、あなたが興味があるもの、 こういうふうなのにはまっていくのは僕はおすすめですね。まああなたに縁があるという意味でもあなたが興味があるのは例えば僕の場合は心理学に興味があったので心理学のセミナーにどん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 はまっていったわけですけど、まあ、20代そうやって将来ですね自分の奥さんとなる人と出会ったのもそういうところですし例えば僕の人生がこうすごく大きく開く時って必ず英語関係なんですよ。 英語でパーティーがあったり、英語で何かのイベントがあったり、外国の人が来たりとかするきに行った瞬間に僕の人脈が3段階ぐらいレベルアップするんですよね。で、非常に面白いのはそういうことがだいぶ前から分かってきたので、そういうふうな何かことを誘われたりだとか、あるいはそういうイベントを自分でも企画することもありますし、それをやるたびに人脈運が上がったりとか、いろんな新しいチャンスがやってきたりとかするっていうのを体験的に僕はこう理解してるんです。 なのでもしあなたが面白い人生を生きたければ自分からそういう同じ興味を持つような人たちのグループを作っちゃうこれもですね実は手っ取り早いい方法だと思います。これは僕は二十歳の頃にそういうことを先生に教わったので21歳大学に復学してからいっぱいパーティーやってましたうちの家はですね、まあ、そんなにでかくなかったんですけども、まあ、アパートですからね 7畳とか8畳プラス6畳とかの2間ぐらいしかなかったんですけど、20人ぐらいが立食パーティーやって、こんな小さいアパートなのに全員が山手線みたいな感じになって、仕方ないから道路でご飯食べたりとかね、そんなことを毎晩のようにやってましたけど、まあそれがなぜやったかっていうと面白そうだなと思う人たちを僕が集めるのが得意なんですよね。だからしばらくやってなかったので、そろそろこれもまたグローバルにやり始めようかなと思ってますけど、 そういうですね全く違う分野の人たちを集めたりとかするけどもでもなんかお互い似通ったような感じの人そういった人を集めることによってすごいシナジーが生まれるんですよね <music> もしあなたが縁のある人と出会いたければ自分が興味があるような分野のところに行くっていうのはさっき前半でお伝えしましたけどやや 上級編というか中級編としては自分がそういうのを主催してみる。例えば自分が好きな作家の人たちを呼んで食事会をやるとその作家好きな人たちが全員集まるわけですよね。まあ、そういうふうな感じのことをあなたがホストになることができたらみんなからめちゃめちゃ感謝されます。それによって新しい人脈もできたりとかするんですよね。なので僕はある程度お金持ちになってからずっとやってたのは月に1回とか2回とか僕は主催で6人とか8人とかのランチ会と出ない会をやるんです。 で、自宅にですね、シェフを招いて、そして、時にはフレンチ、時には和食ってことで、家でコース料理を振る舞ってもらうってことをやってました。で、もちろんそれは全部僕はご馳走するんですけど、まあ一回まあまあの金額かかりますけど、まあそれでね、すごい感謝されるし、一回何万かかかっても、それぞれの会費、まあ一回だから15万とか20万とかかかるわけですけど、まあそれぞれの会費がちゃんとペイするぐらいい、それぞれの人脈からいろんなチャンスをもらったってことがよくありました。 最近ねちょっとサボってるというかこれやるの結構大変なんでやってないんですけども、まあ、そろそろねまたちょっとサロンみたいなものを東京といろんなところに作って僕はグローバルでねできるのでそういったことをそろそろやり始めようかなっていうふうに思ってますけどでこれをやるメリットっていうのはあなたがハブになれるんですよね。なのでそういった意味であなたが興味のある人あなたが興味のある分野の人あなたが興味があってずっとこういったことを勉強してみたいなって人を講師として招く。 そういうサロンみたいなものをやることで、実はですね、あなたが中心でハブになっていくってことも全然できるようになると思います。そのためには自分がどういうふうな会に出たり、どういうふうなことをやったら興味が湧いてくるのか、こういったこともやるといいんじゃないかと思います。で、欧米ではですね、そういうふうな社交クラブっていうのは実はもう100年、200年前からありまして、その例えば、 大学の同窓会みたいなアルムいって言うんですけど、そういうふうなクラブがあります。まあ、場合によっては、寮ごとにあるんですよね。大学の何とか寮、何とか寮っていう、まあ、ハリーポッターの世界ですよ。その寮ごとになんか集まって、もう10年、20年、30年先輩といろんなビジネスをやるっていう、そういう伝統があったりとかします。日本はそういうのは結構苦手で、 なんとなく大学卒業生で鶴見たいのがあったりとかしますけど、でもなんかそういうふうなグループでスマートに釈放するっていうなんか習慣というかノリがないんですよね。なので例えばまあ官僚なんかで東大のその何年卒の何とか先輩から言われたことは絶対聞かなくちゃいけないってこうギチギチのやつって結構あったりとかするんですけど、まあそういうあの,の以外で緩やかにつながるっていうのは 日本のアッパー層では、まあ、慶応大学の卒業生が、見鷹会みたいなものを世界中でやってるぐらいですかね。まあ、あの、東門会って、早稲田の会もありますけど、早稲田の人っていうのは、なんか、自分が早稲田ってことを隠してたりとか、慶応の人は、なんか、見た会のなんとかですみたいな自慢したりとかするんですけど、早稲田の人たちっていうのは、逆にそういうのを潔しとしなかったりとかするので、あんまりそういうので盛り上がってるっていうのは、慶応ほど聞けませんね。まあ、そういう意味では、日本で組織ぐるみでやってるっていうのは、 県人会ですねこう例えば長崎県人会とかそういうのは例えば長崎県人会 in ニューヨークとかっていうのはあったりとかしますけど岡山県人会とかね、まあ、それ以外はあんまり日本人って得意なんじゃないなっていうふうに思います、まあ、けれどももしあなたがそういうクラブみたいなものを作ることができたらもう間違いなくハブになることができますなのでこの事務局とか結構大変なんですけどこれをやることでですねあなたの人生めちゃくちゃ面白くなると思います 僕はこういうのまた日本でも世界規模でね、やろうと思ってるんですけど、それをやることでですね、きっとすごい縁が巡ってきます。なので、あなたと同じ匂いのする人、これをね、探し出していただきたいと思います。僕は英語では Find Your Own Tribe って言ってます。あなたと同じ種族を見つけなさいって言ってるんですけど、同じような考え方、同じようなことに興味を持つ、それはあなたの種族です。例えばアート、絵画、あるいは その村上隆さんみたいな現代のアートに興味がある人もいるには、18世紀、19世紀のヨーロッパの印象画のなんとかだとか、そういうふうな感じのに興味がある人もいるし、あるいはその中国の書とかね、お茶とかそういうのに興味がある人もいますし、アラブの方に興味がある人もいるし、それが日であればあるほど、同じ共通点がある人っていうのはめちゃくちゃ仲良くなります。なので、そういうふうなことを踏まえた上で、あなたに縁がある人とつながるってことをぜひやってください。 IQ、e、q 的な話をしますとそういうふうな同じ興味を持っている人たちと会うとですね人間関係が深まるってことが分かっていれば戦略的に動くことができますよね。例えば競馬を愛するる長崎人の会なると2つ集合が入るるのででもっと親しくなるはずですよ。まあ、そういうふうな形で自分がこれは面白いなって自分が面白いと思うクラブこれはあなた主催でやっていくことを僕はお勧めしますね。 そしてそれを定期的にやることによって、あなたのその業界での地位とか、あるいはあなたをきっかけにしていろんな人脈が広がっていくってことが抜群にできるようになると思います。永久的にはですね、あ自分と同じ人がこんなにもいるんだっていうのはすごい楽しいです。で、そして自分だけかと思ったらめっちゃ同じ考え方する人がこんなにもいるんだっていうのは涙が出そうになる。そういうふうに楽しくなることもあると思います。なので、あなたがワクワクしたら楽しかったりテンションが高くなるような、 そういった会に出ることをお勧めしますしそういう会がない場合はあなたが作ってみるっていうのもどうでしょうかそうするとわあこれって私の会だって私はここに属してるんだって気持ちが深くなると思います人間っていうのはやはり組織の動物なのでどこかのグループにに属してるっていうふうに感じるとう感じすすごく幸せなんですよね残念ながら日本人の多くの人が今働いている会社関係のグループそして家族 この二つぐらいで、例えば地域の消防団とか、サークルの会とかに入っている人は、ごく少数なんじゃないでしょうか。下手すると家族とつながってなかったとしたら、もう会社しかないわけですよね。だから特に40代、50代の男性の皆さんは気をつけてください。家族の別れいつの間にか外されて、そして会社もですね、なんとなく干されてたとすると、どこにも輪に入れないということになってしまいます。 まあそうするとですね、こっちで縄跳びをやっていてこっちも縄跳びやっていて自分がどこにも招かれてないという衝撃の事実にですね50代の後半に気がついたりしますのでそれもですね気をつけていただきたいと思いますさてハッピーマネーワークですがあなたがこれって私のグループだなと思うグループってどんなグループですか例えば、 高校の時にですね、文化祭の実行委員会とは今でも現一で会ってますみたいな、これはあなたのグループなんです。あるいは、こう、アメリカの視察団で行って、その仲間で集まってるっていうのもあるかもしれませんし、県人会かもしれませんし、あなたがこれって俺のグループだなとか私のグループだなって思うのってどういうグループでしょうかどういう同じような興味を持っている人たち集まった時にあなたのテンションが高くなってますかそれをね、よかったら、 このコメント欄に書いてみてください。あるいは、こういうグループって作らないかなみたいなものを書いていただくと、私も入りたい、私も入りたいって言って、あっという間にこのコメント欄をベースに何か新しいドラマが生まれるかもしれません。僕はこの YouTube やってる理由の一つに、本田健っていうキーワードをきっかけに、たくさんの人たちが友達になってくれたら嬉しいなって思います。僕のセミナーでは実際、リアルなセミナーではそういうことが起きているので、のバーチャルな世界でも、このコメント欄を通じてきっかけになって結婚する人が いずれね、1年ぐらい経って現れたら面白いなっていうのをワクワクしながら思ってます。なので、あなたのコメントを書いていただくと、あずっと本田健さんの,の YouTube の欄にコメント書いてる人なんだっていうのをお深とかであったらね、そこで恋愛が始まっちゃったりして、なんてことを妄想しております。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家、作家の本田健でした。いつもご視聴ありがとうございます。 6月29日、東京で久しぶりにワンデーセミナーあります。今、海外に行っていることも多くて、日本でセミナーやられてないんですけども、年間4回しかやりません。そのうちですね、貴重な1回ですので、もし本田県に直接会いたいという方は、会場にいらしてください。今回のテーマはお金と引き寄せです。かつて、エブラハムのお金の引き寄せの法則をですね、スピリチャの本ですけども、翻訳させていただきましたけど、お金と引き寄せっていうのは僕の大好きな分野です。 実は英語でも同じような本を書いてまして、そのうち出版しますけれども、本田県的お金の引き寄せ、スピリチュアルなことも話します。興味がある方はぜひいらしてください。お金の実践的なこと、そしてスピリチュアルなこと両方ですね、学べる機会はなかなかないと思います。僕の大好きなテーマなので、面白そうと思った方はぜひこの概要欄チェックしてください。